常にだから基本の神の心情っていうかね第一原因の,あの心情っていうのはもう人間が誕生してから変わってないんですけれども人間がそれに全然気づかずに長い歴史の中に来てえこの時代は第一原因あるいはその神々それは怖いもんだと思ってたところが許しの愛っていうものが出てきたで今は隠れてるんですよねどこにいるやわからないだけど人間はその存在を今気づきつつある感じつつある そして地球人類はみんな心が通じてるねそういうその同じものなんだっていうこともだんだん分かりかけてきてるんですそれは人間がそれだけ成長してきてるからなんですよ体が成長してきてるからじゃないんです霊的な心が成長してきてるからなんですねでそのねこの成長させるために、えー、その第一原因としてねいろんな真理の一端っていうものを時代時代に合わせて与えてきてるんですよ それは人間が成長するためにところが先ほど言ったように人間っていうものはその第一原因のそのまあ、言ったらつながりが途切れちゃったんですよここで。でこちらのつながりを持ってきたのでいろいろな形で正しい方向に引っ張っていこうとするんだけれどもこちらもまたね その正しい方向に行こうとする人間をまた逆の方向にね反対の方向に行かないように行かないようにその足を引っ張っていく日本っていうのにはね神道もあり仏教もありキリスト教もありもうすごくやうろずの神ってうちごちゃになっているんですけれどもその,あの理由っていうものがですねまずあの日本っていうまあ国っていうんでしょうかねその存在っていうものの。 その今神道からまず入っていった歴史の背景っていうものがそのここで言ってたところのユダヤ教のね流れを組むもののがあるんで,すでユダヤ教の中には皆さんも知ってる人多いと思うんですけど潤入不足っていうのがもともとあってでその人間が落ちてしまった後この人間を。 本来の状態に引っ張っていくために神がその変になっていった人間をまず最初に一人の人物をこの、まあ、証明してというのかそこから始まっていったのがねあのイスラエル民族なんですよ。で、これはもっと歴史を通していくと部族っていうのはその当時そのいろんなねイスラエルがその学んできた立法っていうんですか <laughs> ユダヤ教以外にもいろんな教えがあったんですよ。 でその中にバール信教っていうのがあったんですねその偶像崇拝をする、まあ、そのバールっていうのは特にこの陰講のまあ教えみたいな感じなんですね陰講厳しい方よりもその甘い方優しい方にいってでどん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 おかしくなっていくんですよだからその男女の性の問題っていうのもそこではすごく甘いしあるいはそ,のそれがさらにその何て言うんですかね推奨されてるっていうんでしょうかね まますます行けみたいなアメリカのフリーセックスのこんなあんな温床みたいな感じのそういうあの本当に風習があるんですよ。でそれがバール信、えー、教みたいな名前で言われたりするんですけれどもね。でそういう中でもちろん、えー、神っていうかこの第一原因ねそのイスラエル民族たちに。 ね、それではいけない偶像を拝むな、ね、唯一神は私だっていうようなことをいろいろな、ね、この霊能者預言者を送ってねやるわけなんですけれども最後までその十部族っていうのはね改心できずに結局どっか行っちゃって滅んじゃったんです歴史から消えちゃったでその中の一つの,あの流れっていうのがねあの日本に入ってきてるんですよだから今から1400 14年ぐらい前に日本の中に入ってきたのがその、えー、バール神教っていうものをね 引っ下げながらだけどどっかここにユダヤ教というのがくっついてきててね忘れることができないっていうかその中できたのがずっとその神社っていうものを作りながらねだからその神道っていうとなんか本当に日本の伝統的なものっていう感じであるんですけどところはその,あの根底にはねあの、えー、神社売春とかって聞かれたことあります聞いたことあります、うん、そのじあ,あ,ありましたねそういう話ね。あの神社のねあのねあ 年中行事の中にねそこの,あの社の中でそういう行為をあの儀式としてっていうかお祭りとしてあのやるっていう風習が、えー、日本の話ですよもういろんな地域でねあ,のあったんですそれがそれあの明治に入るちょっと前ぐらいかなあれ江戸時代とかもそうですしねそっから以降なくなったんですけれどもいろんなあの文献をちゃんとたどっていけば あの実はあの神社って言ったらみんなこお参りに行くと思うんですけどもねそこはすごくこうすごいとこだったんですよ実は、うん、あのそういうまあ売春宿みたいな、うん、今で言ったらその売春宿になりますけれどもそれがいわゆるその神の奨励するものだみたいな感じのところでねで最終的にはその西安だからもうそれを50年か60年かな日本がこの朝鮮半島をこの支配していた時にそれを 輸出しちゃったんですねでそこの流れの中で、えー、今日のなんかこの従軍慰安婦問題の種をいちゃ植えちゃったみたいなところがあるんですそこに。で、えー、朝鮮半島の中にもそういうねその本来あそこは儒教の国ですごくそういうものに対して厳しい国だったんですけれどもそういうものが根,ざあの根付いてしまったんですね。それが未だに至っているわけなんですけれどまああの何が言いたいかっていったらそういう流れの中でまず日本にねあのそこから医師とか。 いろんなものこう。自然や森や太陽もそうです。全部を神としてあの？建て祀る。そういうものが入ってきたんです。で、それよりも上に行くのが今度仏教なんですよね。ちょっとね。だから、日本の中にその仏教をまず最初に、えー、入れていく。土台を作ったのが、まあ,あの歴史の中の名前として出てるのはあの聖徳太子。 なんで,す、ね、で彼は天皇制っていうのを中心にしながらその仏教っていうのを日本の中に入れていこうとだからそれまではあの神道みたいなものがねずっとあった中に仏教を入れていこうと一生懸命するわけですねしたわけですけどもそれもなかなか、えー、うまくいったかっていったらそのうまくいったっていうわけじゃないんですけれどもねでそういう中でやはり神道っていうかその天皇を中心としたってねで天皇家は本当はもう分かってるわけですけどね。 それから後に先ほど言ったイスラエルのそういう変なものが入ってきた後にえもう一つのあのイスラエルの流れが日本にまた何百年か後に入ってくるんですよ。そうして日本の中にえと南と北というねあの王朝ができちゃうんですよ。でそれが今の天皇の中にもあの南北のねあ,のあるんですよ王室っていうか王朝っていうのがね。 えそれがずっと来てるんです、ね、日本はその天皇中心ということで来てるんですけれども、まあ、結論的から言ったらこの、ね、天皇の時代早く終わらないといけないですよ。です、えー、天皇というのは神道というものがいわゆるバール神というものがずっと根底にあってきてて、えー、その、えー、朝廷という中で来てる日本というのは至るところで仏教というものをこう排除していく流れがあったんですね。 でこの宗教っていうもの仏教ユダヤ教キリスト教っていろいろあるんですけど今日最初の方に言った人間の思想こういったその仏教宗教っていうのもそうなんですけどもね思想とかあるいはそのアイディアとかっていうものは全部霊的なものからつながってあの生まれてきてるんですよこれねでその次元っていうものがいろいろあってで今日バシャールとかいろいろ言う人もいるじゃないですかあれも確かにつながっているんですけども全部 あの繋がってる次元が違うからその分かってる見えて,る世界っているる見え世界ううのは全部違うんですよねだけどもあのそれが分からない人からしたらその低いものだってもう,うわーすごいそれがもう最高のものだみたいに思ってそのメッセージの中にダーと入っていっちゃう場合もあったりするんですけどもでもそれじゃないっていうことをちゃんと本当は理解して,て何が言いたかったかというとその成長に応じてだから信徒っていうんでしょうかこのユダヤの間違ったバール信教っていう この上に行かないといけない日本のまずレベルがあったので日本の中に仏教が入ってくるということはその霊的ななな意味でででちょっとと高まるるわけなんんすすよ成長していくということになるんですだから例、えー、の成長っていうのは何かっていう中で一つにはねその真理っていうものの,あの全貌じゃなかったとしても真理っていうものをねあの霊的に知的に受けていくことによってそれと人間の肉体っていうものを を通じてて人間のの霊っていううは成長すするるよよになっているんですよだから言葉っていうものはあの何でもかんでもそういう力があるかってそうじゃなくてその真理の言葉っていうものっていうのはそういうね力を持ってて霊の心を成長させるることができるんできんすよそれぐらいに言葉っていうのはすごいねあの見えないあの力を持ってるんです栄養を持ってるんですよね。でそういう中でまあ仏教を日本の中に入れないといけない。 入れることで霊的な成長がされるんですよね。で、それを次に、えー、大きな役目を果たしたのが、その日蓮っていうね。あの、今日はまあ、いろんな問題、創価界の問題で、いろんな問題になっているんですけれども。その日蓮という、あの。人物っていうのはね、そういう意味で、本当に大きな使命を与えられて、えー、誕生しているんです。ところが、日本に仏教など入れてはなるまいっていう感じで、あの、日本はもう、こう。 全国あげてっていうかね全例会あげてみたいな感じでね排斥するんですよもうとにかくもういろんなことされていくっていうねでそういう中に次にね日本にそのレベルをアップさせるために生まれたのがね坂本龍馬なんですよねでもちろんあの物質的な世界の話で言ったらね坂本龍馬の背景っていうのはそのロスチャイルドとか闇の金融のマフィアのねそういった資金を頂い,いてとかそういうもうあの物質的な部分ではあるんですよだけど彼は あのちゃんとそういう霊的な目的使命を持って生まれてるんですね。はい、でその彼が誕生したことによってえ本来はその日本の中に次キリスト教を入れないといけなかったんですよ。ところがやっぱり入らなかったんですね。もう手弱いんですよ日本の霊界っていうのはすごいんですよこれ本当に見える人からしたらもうふわーって本当に強いんですよ。すごいものがあるんですよね。 だから天皇家っていうのはもうねあのただらう存在なんですよそれはで。とりあえずでもあのあのなんだ坂本龍馬っていう存在もその中で、えー、そういうことをやらないといけない使命があったんですよね。とこうは結局できなかったんですよ、ね。だからその天皇家っていうのをずっと見ていくとあの1959年に美智、えー、子妃殿家っていうねあの天皇家に入ったでしょお嫁入りした。 これはそういう意味ではねその霊的な観点からら見たたすすごい出来事だったんですこの神道のバール神教ユダヤ教のねこのどっちかだ邪教的な流れから来てるそのねあまり天皇さんのことを悪く言うとあれなんですけどの中にキリスト教が入ったんですよこれ道子秀殿下っていうのはクリスチャンなんですよねそう入ったんですよ。これがもう歴史的にはすごいことだったんですね。ね だからまずその1959年というのは日本の歴史の中でもこのすごく意味がある年なんですね。でそこから日本というのは復興していくようになるあのチャンスっていうのをいただいているんですよ。まあ、もちろんその前にもう一回チャンスがあったのは1945年敗戦の時なんですね敗戦の時。その時も、えーね、あの事の真偽はいろんなあの説があるんですけれどもマッカーサーと天皇との話の中で。 マッカーサーはその日本をキリスト教化しようということを天皇にね持っていくわけですよね。で天皇もそれを一度承諾すするんですよところがその後確かイギリスのいろんな間違った方向によってねマッカーサーがクビになるその地位をあの奪われてしまうことによって日本の,日本の中にキリスト教を入れるまあ言ったら霊的に成長させるっていうことができなくなってしまったんですね。ですけどその後にまた再びその 皇室に民間人が入る民間人が入ったとかいうことよりもそのキリスト教の精神が入ったっていうことがすごいことなの、ね、カトリック確か出身だったと思うんですけどね。ねその中でついこの間あの式年選挙っていうのがありましたよねあれも本当は霊的な世界で言ったら伊勢神宮と出雲大社があの出会ってそして今度は結婚しましたよね、うん、お聞いてますかね 皇室と皇室の中からってね。あれもその霊的な世界で言ったら、して今すごいることが起こって、いえー、まあ関心のある人には、おお、すごいなってね。ほら、何百年に1回の、まあその式,あの式年戦後の方もそうだなとか、ああ、公室がいよいよ入ったか、賄賂をどないもらったんだとかね。あるいはその皇室もついに折れたかとか、なんかいろんなこうの話があるんですけれども、霊的に見たらそんな次元の話じゃないんですよ。もっとすごい話で。 でそういう中で日本っていうのはね今ねあの神道それからその仏教キリスト教っていう中であるいはその結局ユダヤ教っていう流れがある中でもうすごく混在した中ですごく乱れてるんですよ日本の中でね。でこの乱れをあの一番そのなんていうんですかねせき、えー、止めてるっていうかそれを解消できない、えー、大本っていうのはどこにあるかって言ったら、まあ、さっきから出てきてるその 天皇系それは分かってますよ。知っ,てますよっていうあのレベルなんですよね。まあ、そういうところにまあ来てるっていうことはまあ多分言ってもいいと思うんで、えー、だから早く天皇制を何とかしてそしてこの日本が本来やっぱり持って生まれたその先ほど言った世界の縮図っていう意味でもその使命を果たしていかないといけないんですね。で結論的にまず日本の使命はじゃあ何か。 って言ったら日本はその母親としての使命っていうものがあるとまず単純に考えてもらったらいいと思うんですね母親としての使命で母親っていうのはこの子供を育てなければならないあるいはその生み出していくっていう目的があるんですよでそういう意味でこの地球っていうものを子供だと見たらこの子供を育てそして子供を育てていかないといけないあ一緒のこと言ったな この地球を海そして育てていく役割っていうのがあるんですよ。でそのためにいろんなものが与えられているのがこの日本民族っていうことこになるんですねで日本は本当の意味で神によって一度祝福されているというね神によってその保証されて与えられているあの民族っていうか人類歴史の中でねいろんな民族があるんですけれども日本という民族っていうのは本当にもともと頭脳がこう名跡っていうんでしょうか。 ノーベル賞もたくさんもらってもいいようなあのもう人種の中に入っているんですよこれはユダヤ人もそうなんですよで日本人もそうなんですこの,あの堕落はしていったけれどもユダヤのこの十二部族の末裔っていうのは全部同じ血統を継いでいるので神から一度与えられた、まあ、第一原ねから与えられたその祝福っていうものは 神の選民であるというようなものっていうのはあの一度与えたものは一生消えないんですよその遺伝子っていうものがずっとつながってきてえ途中いろいろ堕落していったり変な方向に入っていったり日本みたいにバールシンのねその八百万の神みたいになったとしてもその遺伝子は残ってるんですよだから、えー、日本人はいろんなものをあの本当に今後これからも発明していくし発見していくし作り出していくる あの能力持ってるんだけれども母親はねその自分の持てるものを自分のために使っちゃったら子供死んじゃうわけですよ。なので日本っていう国は日本の国益中心国益優先でこのまま行っちゃうと実はもうこの先日本はもうどん詰まりっていうか本ん詰まりになっちゃうんですね。そのの大きなチャンスを与えられているのが ええー、二千二十年なんですよ。日本は世界を変えれるチャンスを与えられてるんです。これ、あの、本当の話で。だから、二千二十年までに。北朝鮮の体制というのも、まあ、大きく変わるでしょうし。えー、中国の体制というのも、大きく変わるかもしれないけれども。その地球っていう規模の。世界から。その。なんか、霊的な観点でいうとね。今、あのー。なんて言うんでしょうかね。 いい例ばっかりじゃないわけなんですね。簡単に言ったらね、その中で、で、えー、日本が今いいことをしようとしているわけですよ。いいことって言ったら何かというと、地球を本当に本来の、えー、善なるその第一原因って言うんでしょうかね。それの願うものに作り変えようとしているんです。これはもう皇室もね、あの天皇さんももう <laughs> 同じ気持ちですよこれね。やろうとしている。そういう日本にしようとしているんですよ。 それができる日本にしようとしているところがそれに相反するその足を引きずるその霊的なあの住人もねいろいろまだ関与してるるのがあるんですでその中で、えー、歴史的に見たら、えー、キリストの霊っていうのと、えー、イスラエルのあじゃなくてそのイスラムとかの霊っていうのを霊人過去に住ん死んでいった人たちの中にはね そのののものがあるんですよ戦うもの。でそれをうまく使ってその悪なる勢力っていうものはそのキリストと、えー、イスラムこれを戦わせようとしているそうすることによってそれをどん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 このアジアにそのねあの戦いの火を持ってこようとしている今それがあの起こっているんですね。だからその今イスラエルの問題とか出てきてますよね。 あれを政治的な次元だけであの見ちゃうと本当の,その処理っていうものを誤ってしまうんですね。これどうしていかないといけないかっていうことに対して。でそういう背景があるということをまず知ってだから今の中東の問題っていうのは単なるそういうその石油利権やとか何かとかねいろんなその核の問題やとかって言ってるんですけれどもそんな問題はもう表の問題であって本質の問題じゃないんですよ。今今そういういものを通じて今度 中国と日本っていうものをぶつけようとしてるんですねこの中国と日本っていうのもロシアがソビエトがちょうど建国70年を迎えるまでに滅びてしまったと同じような原則で中国も北朝鮮も建国の日から70年を迎えることができずに滅びてしまう悪の存在できない原理があるこのいわゆる6という数を超えれない。 要するに7を迎えれない65ずっと言って6.66とかよく言われてるねあのどこまでいっても7を迎えれない、えー、悪があの超えれない原則があるんですよそれは全体の中で言ったら3分の2なんですね悪は3分の2まで人間を一旦支配してしまったんですよこの宇宙を支配してしまっただからこの地球上で3分の2までは えー、そういう悪の勢力が一旦はびこったわけです。もうその地点に一旦行ったんですよ。で今それが縮小してきてるんですね。だーっとでどうなってきてるかというと善の霊的な力っていうのがあのその半島でその善的な霊界と悪的な霊界が今ぶつかってるのが、えー、その先ほど言った朝先ほど言ったか朝鮮半島なんですよ。ずっと地球をこの一回りするよ一回りってどっから一回りかっ,てっただローマから 片方は右回り片方は左回りでだーっとそのねあの善なる霊界と悪なる霊界がバーッとぶつかったのが、えー、北朝鮮なんですよあ北朝鮮じゃなくて朝鮮半島でそこで、えー、自由主義と共産主義っていうものがぶつかったんですよ霊的に見たら、えー、善なる霊界と悪なる霊界そのために六か国協議っていうものが準備されてるんですだからこれが不成功するということは、えー、善が悪を完全に あの飲み尽くししたととというううううんんでででょかかね、えー、そこううころに向かうことができるんですだからあ中国も北朝鮮も2020年迎えることができずに今の体制は変わると社会主義共産どちらか神はいないとかいう中にありますけれども変わる、えー、その変わるという絶好のタイミングの時に、えー、日本が何を成し得るかっていうことが、まあ、大きなあの使命になってくるんですね。 でその日本があっていうわけですけども日本っていうのはどっかにあるわけじゃないんですよ。我々が住んでるここが日本でそこにいる国民たちいうのは逆に日本を土台にあの踏み台にしてでも、ね、中国を生かしこの,その朝鮮半島を生かしアメリカを生かしていこうそうすることによって日本の生きる道を探していこうっていうのが本来の大人のレベルであり。 そのまあ言ったら第一原因願う世界のレベルなんですよそして本当にそれがね宇宙の原則なんですよ自分のことを考えてるこの発想あるいはの動きあるいはそういう壮年とかっていうものは絶対に回らないんですよけれどもれアメリカが繁栄して今落ちてきてます日本も繁栄したけども落ちてますで韓国も繁栄して今落ちて中国が今繁栄って言ってこれあの 繋がってるんですよこれ全部順番がこっちが反映してこっちが反してこっちって飛んでないんですよ全部反映したけど落ちてるんですよこの落ちてる理由っていうのもあるんですよ本当は反映したら反映したままで次のところに反映してっていうね季節がこう回っていく順番っていうのがあるんですけどまあその原理から言ったらだから今日本がもう一度反映していくためにはね日本のことを考えるんじゃなくて 日本のことを考えるがゆえに、えー、韓国、北朝鮮、中国、ロシア世界のことをアメリカのことを考えていかないといけないんですよ。そうすることによって初めて本当に日本が唯一また再び浮上していけるけあと、その霊的な成長のためっていうのはね、うん、その真理の本体っていうものがあればその中で、えー、より真理に近いものっていうものを人間のまず頭で咀嚼していくっていうこと。 このことによって霊的な成長っていうのもなされていくんだということを知らないといけないんですねだからその仏教ユダヤ教いろんなもの教えがあるけれどもより高いものっていうのはより本質の愛の世界より本質の心情の世界まあ言ったら親の世界に近い心情的なものをどれだけ近く教えているかというものが、えー、真理の中ではより上に位置していくものなんですねそれを知ることによって 今この生きてる中で自分っていうのも霊的に成長していけるんですよ。言葉によって人間成長でできるんですよであとはあの生活の中で実践ですよね。本当にそれを体感していかないといけないんですよ。感動して喜んでいって傷がついてしまったらその傷っていうものも肉体のあるうちにこう癒していかないといけない。どうやったら癒すことができるのかっていうその法則もあるわけですね。 でそうししてて全部生産していくでそれだけじゃなくて日本は、えー、全部のものが今一旦集まってきているのでねそういったものも日本という国の中で世界規模で起こるようなことっていうのが起こっていくでそれを消化していかないといけないそしてその中で癒してあげないといけないですだからいつまでも恨みとか憎しみとかそれを心の中に持つような、えー、我々になってはいけないし民族にはなってはいけない 他の民族他の国のことを憎んだり恨んだり戦ったりとかするっていうようなその心情から親のところにまで日本国民が早く立って天皇さんは今そういう心情で今立っておられるんですけれどねそこにまで行かないといけない。で天皇と一緒に手を組んでねあの国会前をみんなであのこうなんかかごめかごめするぐらいの。